ここか。お前、ルリーティスの。お前もルリーティスが心配なのか。わかった。一緒にルリーティスを助けに行くか。これ、よりしろじゃないか。久しぶりに見つけたな。よりしろは妖魔の写し身。アクチュアライズすれば新しい妖魔を仲間にすることができる。久しぶりにやってみるかな。わあ。なんだよ。わあ、スイパイ。わかったよ。じゃあ後にしよう。ん？お前も何か見つけたのか。ちょっと見せてみろ。これは指輪か。歪んでる。誰かの落とし物かな。
か知らないけど飲んじゃダメだろう。どうすんだよもう。Thank you.
ところに、なんで扉があるんだ。はい、もしもし。ホテルエンデの支配人でございます。アーナス様でいらっしゃいますね。支配人？どうしたの？胸騒ぎがしまして、一旦ホテルにお戻りになられた方がよろしいかと。戻るタイミングは自分で決める。それより、この電話は何？なんでこんな場所にあるんだよ。隣には変な扉もあるし、支配人何か知ってるんじゃないの？ああ、すみません。ちょっと電話が遠く。今の絶対わざとだろう。次から次へと。We love you this, fan princess. アンパン。こら、勝手に行くな。ここ、ホテルか。お帰りなさいませ、お嬢様。ただいま。戻るつもりはなかったんだけどね。それより、このエレベーターって一体何なの？あんな場所とつながってるなんて、どう考えてもおかしいだろう。こちらの建物は、元は猿妖魔の君の隠れ家だったという噂です。何が起きても不思議ではありません。妖魔の、そうだったのか。お嬢様なら、そのエレベーターで望む時に望む場所へ行けるかもしれません。もちろん何か条件はあるでしょうけれど。望む時に望む場所へね。せっかくホテルに戻ってきたんだし、アクチュアライズしてから行こうか。この依り代でいいの？
アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。これからよろしく頼むよ。何？疲れたから無に返されたいって？ペルマ！フェイスナイ！そうか、ならいいけど。浄化開始。生きた！
なんだ